皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室集客の成功の分かれ道、今の仕事をするのか、未来の仕事をするのか、というお話について語っていきたいと思います。ここのところですね、クライアントさんが、年度の締めということもあって、いろいろと1年間を振り返ったりとか、成果のご報告をいただいています。で、今年度っていうのがコロナがあった年になりますので、通常は売上が下がるのが普通になります。ただ今連続で、セッションをして今年の締めをお話をしている方たちっていうのは、皆さん去年以上に売上が上がり、目標も現状であと1ヶ月を残す段階ですでに達成していて、あとどれぐらい伸ばせそうかっていう12月と、あとはさらにその翌年に向かっての、準備、さらに伸ばしていくための準備を指示するという、そういうセッションを、連続で行っていました。で、この方たちとお話しした時に感じたのが、私がもともとクライアントさんに伝えている思想というか思考の方向性が、自動集客というものをお伝えしているんですよね。で、自動集客をきちんとこなして、きちんと内容を構築するのっていうのは、一過性のタイプの集客よりも地味で大変なんですよね。で、地味で大変ということは、そもそもトライする人が少なかったり、途中で挫折をしたりするケースが多いんですよね。だけれども、この3人がそれをできた理由っていうのが、いくつかあって、そこから見える、今日のテーマである、今の仕事と未来の仕事っていうのはどういう意味なのかっていうのを、今日語っていきたいというふうに思っています。はい、それでは本題に入っていきたいと思います。まずですね、その3人が自動集客ができて、しっかり売上が達成できている要因っていうのが、いくつかあるんですけれども、まず一つ一番大きな理由はですね、私のアドバイスを素直に実践してくださってることっていうことですね。そんな話とか思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、これアドバイスをしてもですね、実践できない方、できないっていうのが自分に負けてしまうというか、できない方っていらっしゃるんですよ。っていうか、できない方の方がほとんどなんです。で、そこできちんと言われたことを実践するっていうのは、あまりにも私突拍子もないレベルのことはさせないですね。その方の成長の度合いに合わせて、負荷がかかる度合いが 100% 頑張れてたとしたら、 1.2 から 1.3 倍頑張ろうかっていうところの未来の姿を見せてあげて、でそこに対して頑張ってもらうっていうやり方をしているので、これを 200% とか言うと本人も辛くて2倍頑張らないといけないので大変かもしれないんですけど、 1.2 倍から 1.3 倍ぐらいだと、なんとか手の届く範囲なん でその目標値、やっていくべきことを見せて頑張る。で、今度そこに達成したらまた頑張るっていう、それの繰り返しでどんどん成長してきていただいているので、どこの指標で私がアドバイスするかっていうのを決めることによって、その方がそれを守ってくれさえすれば、きちんとうまくいくような道筋はお渡ししているんですね。で、これはそのできてる人が特別にいいとかいうことじゃなくて、私は同じその温度感と目線でアドバイスをしている予定なんですけれども、やる人とやらない人がいるっていうことですね。だから、やる人は当然そのアドバイスはその先を見据えた形で、未来から見た今を作る、指標をお伝えしているっていう形なので、それを信じてついてきてくださるかどうかっていうところが、ポイントになっていたということです。ということは、裏返して言うと、自力でもがいて
いろいろなものを調べて、自分の頭の範疇だけで判断してやり過ごそうとすると、自分の頭の答えっていうのは自分で調べられる、知ってるものでしか答えが出ないんですね。ということは、1.2倍、1.3倍の動きをするっていうのは、それを上からきちんと見ている、未来から見ている人じゃないと、そのアドバイスってできないんですよ。で、なぜ未来から見ることができているかっていうと、私がずっと先を行っているから、その段階も当然経験しているから、だから今こういうふうにするといいよということを伝えられるっていうことなんですね。だから、その指標をもらえる人、コンサルタントでも構わないし、まあ、何かしらご自身が信じる人からのアドバイスを受けて、自分がその方向に向かって進んでいくっていうのは、今後教室業のビジネスで考えた時には、一人で考えてうまくいくような時代が、だいぶこう難しくなってきたんだろうなっていうのは感じています。特に今回のような不測の事態が起きた時には、私は全力で全員に、どうするべきかっていうアドバイスをあらゆるところから情報を仕入れて、でそれを教室業の先生にとって一番いい方法を加工して皆さんにお伝えして、動いてくれた方はほぼ売り上げ落ちないどころか 1. 点何倍とか、皆さん増益をしている方ばかりです。ですから、そういった、なんていうんですかね、混沌とした時代には、まあ、コンパスになるもの、人、まあ、メンター、誰でもいいんですけれども、そういう人っていう存在は必要で、大切なんだろうなっていうふうに思っています。まずそれが1点目ですね。で、2点目は、やると決めたことを継続してやり続けているということです。地道に継続するのっていうのは難しいです。もちろん私も10年にわたって継続しているもの、ブログがそれになるんですけど、継続してます、ブログね。あとは動画も7年間ずっと継続して撮り続けてアップし続けてますし、まあ、し続けてるものって、まあ、写真をね撮ってとかいうのもいろいろあるんですけど、し続けてるものっていうのがいろいろあります。で、それを、その時のモチベーションとか気持ちに左右されないで、淡々とやっていけるかどうかっていうのが、非常にこう礎というか、基礎の土台を作る上ですごく大事で、ここも大変なんですよ。意志の力が強くないとできない、流されてしまうから。人は楽な方に動きたいものだから、そこの楽なとこに動きたい自分を戒めつつ、きちんとやっていくっていうことを、自分との約束を守る。自分との約束守るのね、結構大変なんですよ。だけど、そこをちゃんと守りきると、まあ、どうなっていくかっていうと、当然私は未来の姿を知っていて、その未来から今やるべきことを伝えているわけですから、集客も楽になるし、収益も上がるし、売上も伸びるということになります。で、本当に嬉しかったのが、そのメンバーの中でも特にその内容をきちんと実践できている方がいてですね、その方とお話ししてて思ったのが、まあ、私も集客の質とか集客の量とか、コントロールをしながら売り上げ作っていくタイプの人なんですね。例えばここでまとまって売り上げ欲しいなっていう月があったら、そこに向けてどういう企画を作って、どういう内容で、今のトレンドだったら何人ぐらいの人がそれを響いて購入するかっていう予測値を立てて、その募集をかけたりとかプロモーションするんですね。で、例えば今の時期とかで、私来、まあ、来期のアイテムとかを作ってリリースをしたりしてるんですけれども、今回のアイテムのリリースは、まあ、200万円ぐらいの、売り上げが欲しいかなと、通常の売り上げにプラスですよ、はい、で欲しいなというふうに考えて、まあ、動いて、まあ、ほぼほぼそれに近いようなプロモーションができていて、まあ、大体2日ぐらいでその数字が見えてるっていう状態を今作れています。で、この集客の伸び縮みとかも自在にコントロールできるようになります。で、その方はある月をずっと走り続けて頑張り続けて、
まあ、確かに売り上げも上がり続けてるんですけど、少し立ち止まって来期のお仕事をやりましょうっていう話をして、ここの部門は一旦休止だけど、ただ休んでるだけじゃなくて、未来につながるように一旦休止して、で他の、ものをきちんと体制を整えて、またそこを上げていきましょうっていう、休止にしてっていうものをちゃんとコントロールして、休止にして、でちゃんと売り上げ上げましょうって言って、売り上げ上げてっていう、この集客の伸び縮みができるようになって、だから、その彼女が言ってた印象的な言葉が、ブログを1本書くとお問い合わせか受注が入るんですっていうふうに言ってたんで、ブログもちゃんとサボらないでやってるよね、すごいよねっていう話を言ったら、積み上げたやはり信頼があるので、書けば入るって分かってるんですよ。ということは、簡単な話で、書けば入るんだから書く回数を増やせばいいだけです、伸ばしたければ。だけど当然他にもやることがあるので、やめないんだけれども、その成果と効果がもう分かってるっていう状態だから、私よくクライアントさんに伝えるんですけど、もう本当にコピーライティングの力っていうのは結構すごくって、私がいろいろな技術というか技能、集客に関する技術と技能を持っていて、皆さんにもお伝えしている中で、得意分野は他の方コンサルタントと相対的に評価した時には、私はビジュアル系のブランディングが得意、要は写真とかウェブデザインとかデザインに関するとこが他の方よりは得意っていうところで、そこを売りにはしてるんですけれども、実はお金化する部分で絶対的に欠かせないスキルがコピーライティング、要は文章なんですね。で、文章っていうのはペンが1本あれば、写真がなくても文章で予約っていうのはしてもらうことができるんですよ。ちゃんと書いていれば、そしてちゃんと届く人に届けていれば。ということで、文章の添削結構やってます、皆さんのね。そうすると、そういう文章が書けるようになってくると、その売上が欲しい、予約が欲しいっていう時の文章を書ける。今はこちらの方のこういう人のために心に響くように書きたいっていうと、そういう文章が書ける。その文章のコントロールで売上のコントロールとかもできるようになるので、それは私がもともとやっていた話を皆さんにお伝えしてやってもらってるですね。私がパン教室を実際に自分で運営してきた時に、イベントレッスンの告知文章とかよく書くんですけど、その時に、この告知文章をこういう形で書いて、こういう人に響くように書いたら、1ブログなんですけど、それをアップしたら何時間で何人が入るかまで予測して、大体いつも書いてました。大体予測値当たってます、後半の方になってくると。出だしは分かんなかったんですけど、この文章だと、いつもの雰囲気だと、例えば私よく夜にブログ上げてた方なんで、夜の2時とかに上げると、7時までの間に2人ぐらい予約入るなって。で、遅くても11時までの間に満席になるなとか、そんな感じでやってて、だいたいそういう動きをしていたので、自分とお客様の関係性をどれぐらい把握してるか、どういう言葉で書くと反応をするのか、で、この反応っていうのは煽ってはいけないんですよ。あくまでも必要な人に必要な内容が届くようにということを理解しているかっていうのがポイントになってくるので。その反応とかを知った状態で文章を書くっていうことなので、この根本になるのは、自分が救いたいお客様とか、自分が、来てほしいと思っているお客様のことをどれだけリサーチして知ってるかが、その文章を書く一番のポイントになってます。ですので、私はクライアントさんによく言うのは、どういう対象の方に今回のサービスを提供する予定なんですかというのを聞いて、その文章の添削に入っていくので。今聞いてるその対象の方がこの内容を欲しいと思うとは思わないみたいな 要は欲しがられないっていう添削を返すことがあるんですよね。そうすると、大体調査が弱かったり、そこの人の生声を聞いていなかったりとか、そういうケースが結構多いので、生身の声をね、聞くっていうのも結構大事な話なんで、特に今すでに生徒さんがいる場合には、その生徒さんの声を反映すればいいだけのことですから。それができるかできないかっていうのは、とても大きな分かれ道になる内容だなというふうに感じています。ですので、ちょっと脱線しましたけども、2つ目にはちゃんと皆さん、
継続しているということですね。はい。で、3つ目の要因が、数字をちゃんと把握して、その数字が持つ意味を理解して、付属するところに対してのアクションをどうするかを私と相談してやっているということです。ですから、データをちゃんと取ってるっていうことですね。毎月です。売上の方のデータと SNS の動きと、サイトにどういう人がどういうふうに訪問してきてるかっていうようなデータまで共有をして、一緒にやっていると、先の傾向とか今までの傾向とかが見えてくるので、じゃあその改善のためにここを動いていきましょうか、この改善のためにこういうふうに動いていきましょうか、みたいな話とかをよくしているんですね。ということで、毎月改善が入るので、数字を追っかけるっていう一番分かりやすいのは、そこですね。数字には感情がないので、事実しかそこに出ないんですよ。ですから、やったかやらないかっていうのが如実に出るのが数字なので、例えば今月はちょっと気分が乗らなかったんです、ゼロとかね。ゼロなんですよ。気分が乗る乗らないとか全く関係なくて、ただにゼロっていうふうになっているので、それがその方の行動結果なだけっていうのが出てるので、そこは感情が問答無用なんですよね。だから分かりやすいから、自分がね、どういう状態になってもできる体制を作っていると、その数字も安定してくるし、結果未来の数字が見えてくるっていうことになっていきます。大きな要因はね、この3つなんですよ。で、じゃあ今の仕事と未来の仕事っていうのはどういうことなんだっていうことなんですけれども、3ヶ月先から6ヶ月先ぐらい、できれば1年先ぐらいに、どういうふうに売上計画を立てていって、そこにどういうイベントを入れていこうかをやった、その3ヶ月前の今だから今この仕事をするという、未来から見た今の仕事をするっていう仕事の仕方をやれるようになると、現在やっている仕事っていうのは、その未来に設計した仕事をこなすことになりますので、今出てきている数字っていうのは、過去の遺産というか、やったものがただ成果として出てきてるから、今数字を追いかけるんじゃないんですよね。今追いかけるのは3ヶ月後の数字なんですよ。直近で言うと、できたら半年後の数字を追っかけてほしいんですけども。ということは、消化試合的な感じです。今見てる数字っていうのは、やった自分の過去の蓄積がただ出てるだけなんで、このズレを勘違いする方がいている。要は、未来の仕事をしなくて、今の数字が、今自分が頑張ったからその数字になってるっていうふうに勘違いをすると、今足りない数字を埋めるために今の仕事をするんですよね。例えば、12月とかで、あといくら目標まで足りないから頑張ろうっていうタイプの営業マンっていうのが、大体そのタイプなんですけど、今足りないの、今動くとものすごく余裕がないから、イベントを打とうが、オプションを何かやろうが、簡単に埋まらないんですよ。皆さん他のものも買っちゃってたりとかするので、レッスンで言うと、他のレッスンも受けることも決まっちゃってるから、日程は埋まってるわ、お金はないわっていう状態に、今足りないから今仕掛けるっていう風な、今だけのために頑張るような告知方法をやると、また疲弊して疲れて、しかも集客ができないという三重苦なんですよ。で、これを解消する一番いい方法は、未来の仕事をやるということです。ですから、その体質に変換するためのどこかの半年ぐらいは、今の仕事をやる体質の人が未来の仕事をやるためには、未来の仕事を入れてこないといけないんですよ、今にね。そうすると、そこの負担は2倍とかになる時期が絶対にあります。体質を変えないといけない、体質改善をしないといけないから。そこを乗り越えられるかどうかっていうのも、一つ大きなポイントになります。だから、チェックポイントとしては、今の仕事を今やってないかっていうことです。今、今月思ったように数字がいってないから、あと少し頑張ろうっていうのは今の仕事ですね。で、やりきったとしますよね。でも、翌月の仕事やってなければ、また翌月同じ苦しみを味わって、さらにその先の翌月の仕事をやっていなければ、同じ苦しみを味わうことになります。だから、ずっと辛い状態が続くということになります。どこかの段階で全体を構築して、1年間の仕事をどう捉えて、その中の割り振りを決めたものをきちんとこなすという体質作りをしていく。きちんとこなすというのは、決めたことをきちんとやり抜くっていう、とても当たり前のことで、なかなか人ができないことをやれるかどうかっていうのが結構大きなポイントになります。
その自然になるベースが自動集客ということになるので、私のこの考え方でやっていくと財産がどんどん残っていくことになります。 SNS でも例えば財産に残りやすいブログと動画、これを中心にやってくださいっていうのをお願いしているので、これを本当に地道に真剣にやった方は過去の記事とかが今のお客さんを引っ張ってきてくれるので、記事がたまればたまるほど、動画がたまればたまるほど制約率も上がるし、集客力も上がっていくので、これを長期にわたって長期計画でちゃんと作ると決めた人は盤石な体制を作っていくことができるので、その全体設計を私がプロデュースをしているというそんな感じのコンサルティングになってます。はい、ですからまとめますと、教室集客の成功の分かれ道は今の仕事をするのか未来の仕事をするのかというこの2つに分かれる。でその2つの、決定的なポイントは、未来から見た今を作るという、目標を逆算思考を持てるかどうかっていうのがポイントになりますので、ぜひそんなところを気をつけながらご自身の、行動活動をチェックして、未来の仕事を今やるように体質を変えていくっていうふうにしていただくといいかなというふうに思ってます。それでは。